こんにちは。さあ、ということで、ガチョンさん、いやー、お見事ですね。はい、後半戦初優勝、あ、間違えた、まだ優勝じゃない、後半戦初勝利でございますね。いやー、今日もね、序盤はね、完全にオリックスペースだったんですけれどもね、どうすっかなー、もうロッテファンやめようかなーと思ったんですけど、それは嘘ですけどね。はい、なんとかね、勝利することができましたということで、三馬さんも復活しましたし、完全復活と言ってもいいんじゃないですか。だって今日勝つ投手だもん。振り返っていきましょうや。今日は勝ったんでご機嫌ですよ。もう全国のオリックスファンからボコボコにされろお前。まずはね、ピッチャー陣を褒めたいですね僕は。うん、先発三馬さんも含めてね、あの強力なオリックス打線をまず5安打2失点に抑えたところをまず褒めないといけないと思う。で、今日ね、試合動いたの2回だけっす。2回以外これ紹介しなくてもいいんじゃないですか。チャンス作ったりピンチ作ったりっていうのはありましたけれどもね。まあ雨で中断とかもありながら、なんだかんだ9回進んでいきましたね。先制したのはオリックスですね。三馬がね、1回、まあランナー出しながらも無失点スタートと、あ、これはいけるなと、もう後半戦からの三マッチは違うぞというピッチング。2回の表、いきなり T 岡田にデッドボールぶち当てました。この入りはちょっと良くなかったかな。その後ね、足立にセンター前で繋がれて、大ブレイク中のルーキー北にレフトの頭上を超える、タイムリーヒットを打たれましたと。これでオリックスが先制。えぐいえぐい、もうね、来たーっていうね。続いてのバッター、今日スタメンマスクの若月も三遊間を抜けていくタイムリー。これで3連打で2得点と、まあ2回に集中して3安打オリックスは。あ、やっぱここはね、オリックスの強さを感じましたね。うん、まあ勝ったけどオリックス強えわ。でもね、取られた直後に取り返すっていうのが今年のロッテの野球なんですよ。それをまた見事にやってのけましたね。もう取り返したっていうか、もう逆転しちゃったけどね。2回の裏、先頭岡がね、センターの頭上を越える、まあツーベースと。これでまたね、ちょっと流れが来たよね。で、ノーアウト2塁、昨日はノーアウト2塁から点を取ることができなかった。でも今日は違った。山口がライトへのフライで岡が3塁に行って、ワンアウト3塁という状況で、なんとかしてね、もう内野はそこまでね前に来てなかったんで、まあ内野ゴロでも行って入る場面で、まあ田村がまあしっかりとね内野ゴロ打って、まあ岡の足にも助けられましたが、1点返しましたと。こういうのがでかいんだよ野球ってね。ヒットとかホームランだけが全てじゃない。内野ゴロで1点とか俺はすっげえ大事だと思うね。で、その後ね、ツーアウトランナーなしっていうケースからまた藤岡がチャンスメイク、うん、ツーベース打って、で1番の荻野に帰ってタイムリーヒット。これで追いついたと。で、2番藤原くんライトへホームラン、完璧だったね。僕テレビで見てたけど、なんかすっげえ女性のキャー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 言った声が聞こえたんですけど、まあこれ共感できる方いたらぜひ、コメントしてください。後で電話しましょう。嘘だよ。これで一気に4対2、試合動いたの、以上です。試合展開の説明は以上です。まああとはね、雑談です。うん、今日はまあね、僕正直ね、今日は投手戦になるんじゃないかなと思ってました。投手戦っちゃ投手戦だったけどね、うん、この1イニング除けば。でもね、苦手としていた田島からね、今日は2回に集中して4点取れたっていうところね。で、リリーフ陣もね、6回田中康弘、7回、移籍後初先発の国吉で、8回佐々木、9回増田とね、もう完璧だったね。うん、完璧にリリーフ陣も抑えてくれて、これでね、後半戦2戦戦いましたが、リリーフ陣で点取られた選手誰もいません。で、今日は投打が噛み合ったよね。昨日は11安打打ちながら3得点だったけど、今日は8安打で4点取ってますから。で、ピッチャーもよく抑えてくれたっていうところで、やっぱ投打が噛み合った試合だったんで、こういう試合勝てますよやっぱりね。なんで非常に僕としては嬉しかったですね。ということで、後半戦初勝利ということで、宮川雄大賞発表します。さあ、果たして今日は誰なのか。 Today's Hero No.25 ヒロミ岡。勝利をつかめ、かっ飛ばせ岡。初受賞おめでとうございます。はい、今日は岡よ。同点タイムリー打った荻野とか、久々の勝利あげた三馬ちゃんとか、
勝ち越しツーランを打った京太とか、まあいろんな意見あると思います。でも今日はね、2回の表先制されたところでね、よし取り返していこうっていうところで岡が先頭でね出たじゃないですか。あれが僕ね非常に大きかったと思うんですよ。あの先頭バッターでツーベース打ったっていうところがまたね一気にチームの流れを変えたっていう風に僕は捉えましたね。はい、しかも今日ね岡ね、まあもちろんチャンスメイクもした、ファインプレーも見せましたね。そしてバントもした、送りバント、もう岡じゃん。まあ、そこまでね、目立ったっていう活躍はしてないかもしれないですけれども、明らかに今日一番貢献してるじゃないですか、岡。うん。なんで今日は岡です。はい。さあさあさあ、今日取りましたよ。明日勝負ですね。明日、佐々木朗希か、先発ね。オリックス誰だ？あ、山崎福也か。山崎福也もな、いいピッチャーだからな。あ、とにかくね、先制点。早め早めにね、佐々木朗希を援護して、楽にしてあげましょう。佐々木朗希もね、エキシビションマッチ何回か投げて、まあ、成長してることは間違いないですからね。その成長を明日、公式戦で、見せてほしいなっていう風に強く思いましたね。うん、よかったね。うん、もう連敗しなくてよかったね。とにかく。はい、ということで明日の試合も全力で応援していきましょう。ということで本日の試合、ゲッチュー。